皆さん、先ほどぶりです。10分ぐらいちょっと席を外しておりました。まあちょっとね、ちょっと今8時44分ってことなのでね、まあ軽くでもないけど朝ごはん食べようかなって思い立ったところでね、ちょうど炊飯ジャー回してきたとね、炊飯ジャーを回してきました。あとまあ前日にね、もろきゅうっていうか、もろきゅうじゃないけどもろみっていうのとね、きゅうりを買ってきて、もろきゅう、まあ普段食べないんですけどね、もろきゅうっていうのをね、食べようかと思ってね、それぞれまあもろみときゅうりを買ってきて、あとまあお肉もちょっと2種類ぐらい買ってきてるんですよね。ちょっと出来合いのやつなんですね。まあそれをちょうど昼とか夕方とかでね、食べようかなと思って、ね、何かとこの時期暑いからね、もう夏も盛りだからさ、こう夏バテ怖いのよね。モロキューはなんかこう夏バテ防止にもいいって聞くしね。あとトマトジュースもあればもっといい甘酒もいい、甘酒なまだ買ってなかったけどね。まあ甘酒は米かすのやつと酒かすのやつがあるけどね、まあ私は米かすかな。アルコール飲んでしまったら今度ね、ちょっと車の運転できなくなっちゃうから、米かすだったらまあ、米かすの方の、成分の方だったらまあ、ね、甘酒飲んでもいいかなと思って、まあそれはいいか。まあ、こういう使い方もあるんです。まあ、横からぶつかってもって、あ、いらない。それはいらない。もうすぐ使ってもいい、それだった。まあ、ブロス系を眠らせてね、進行して、こう小刻みに動くじゃないですか、ブロス系。その動きを止めてくれるのとね、接触してもバトルにならないっていう特典付きのアイテムです。それが2段か3段か続くようなアイテムね。こういう踏み外すときでもその横からの無敵があるから強いっていうのがタヌキスープのいいところ。多分土管がなんかありそう。ないか。なんかこういうなんか平らなとこ見るとね、空の上になんかありそうだなと思うんですよ。よし、タヌキスーツって行きたいからね、ここは。できれば。せっかくのスーツだ。まあ何度でも変身し放題だからね。ほら、これだったらまあ敵がの下敷きになっても倒せばいい。一応倒すことはできるんです。ただ、結構気まぐれだからね、タヌキスーツだったらこういうの安定して倒せる。お、イチャプキノコ危ないね。あー、いやー、また危ないことやるもんじゃないね。でもせっかくタヌキスーツたくさん手に入ったし、もうほらアイテムもねこれだから、やたらとたくさん集まってきたからね、使わないとちょっとまあもったいないわけ。ちょっと色の微妙に違うのがいるんですよね。それがさっきのあの豆クリボディ。豆クリボディのかな、ブロックなんです。ね、ちっちゃいなんかクリボー入ってるよ。ね、これで倒すことができる。なぜかね、マリオが下にいるのに勝手にやられてくれる。人間でいうとこの股関節かなんか骨折してするような感じかな、イメージ的に。ちょっと痛い話しちゃったかな。まあそれに近しいダメージがあるのかもしれないし、まあタヌキスーツだからこその特典かもしれないね。よし、いいタイミングだ。よしよし、入るんだ。
らせてくれた。こんな手こずるようなとこじゃないのに。危な当たりそうだったよ今。1回のジャンプでも結構飛ぶもんだね。さすがマリオさんだけど。おいきなり危ない、うん、今もちょっと踏み外してたらアウトだったからな。これ上に当ててもダメですから、ね、おお。びっくりした。そうそう、こういう仕掛けだったな。連続してってことはないからそれは心配。お、倒せるね。でカロンとかも倒せます。確か大抵の敵はもう自動で倒す。あ、こうやったら完全には倒せるか。タイミング見て進むね。ここは何もないか。おむろ。別に危ないプレイをしようとしてるわけじゃないんだけどね。私がやるとなんかヒヤヒヤするようなプレイになっちゃうことあるの。お、危なかった。やっぱりいた。結構今回タヌキスーツのね、条件っていうかね、条件か関係ないけどね、結構これで進めてる気がする。あ、取れた。そこで取れた。変なとこで踏んだからか。まあ、せめて1ステージ2ステージは生き残それで進めたかったな。もったいね。アイテム使ってまで出したんで使ったのに。ああもうこの時点で合う。うん、やっぱり欲張るもんじゃないね。キノコ当てた方がまだね、残機あるの、ね、伸びるんじゃない、ね、長い目で見たらね。スターで一攫千金狙うよりね、まだね、2アップを連続して当てた方がどっかで逆転はしそうな感じがするよね、ああいうの。おお、うん、まあ、あっ、いや、もううっとうしいのよ、お前さんは。2の2でいうとこの C の 3バリにちょっと厄介だった。おーおお、危ない危ない。しかも本人はもう画面外に移動してるし、得点になりたくなかったから自分だけ、うん、得点から回避した。はい、こすいやつ、ね、もうアスレチックのところか。動くじゃん、横スクロールのところ。ここもあの、なんだろう、火白あの、なんか黒い、うん、なんかミミズみたいなモンスター出てくる感じするね。なんとなくこういうステージで出てくるのよ、嫌なところ。ここもちょっと嫌な仕掛けだね。こうやって登って、ほら来た、やっぱりさ、ね、おーっと、火白前やった。危ないよあれ。上から来られたらちょっとたまったもんじゃないよ。あの、うわ、下から来てよ。おおお、火を吐く。よし、逃げろ。よし、また受験かも、ね、え、もう縄張りにしてんじゃないの。ここをとにかくキープするみたいな。まあ、なんだかんだやってて20機まで上がりました。だってもうどこが何だったか覚えてないや、うん。あ、それがキノコ。違う。うん、銃は。よし。違う。あ、キノコと銃。もうこんがらがっちゃった。私、記憶力ないので。これ、どのモンスターかな、その鳥は。多分 USA に出てくる敵だとは思うけどね、なんとなく。結構王様もいろんなね、動物の姿に変えられるからね。もうそれこそ過去作の
USA のキャラクターにも変わってるってことは USA の方が先ってことですよ、作品として登場したの。そう考えるのが自然。さすがにここまで来るとね、相手のギミックもまたね、厄介なことに、厄介な仕掛け目白押しになってる。ほらこんな仕掛け、まあ、上に乗ってしまえばなんてことないんですけどね。でその間ね、その先の様子も見られるから、あ、飛びのやがった、おわっと突然ぜひ来るなよ、びっくりする、危な、今の判定はおかしいじゃない。いや俺やられたと思ったけど今の、おお、普通に当たってなかった、今の当たった感じしたけどね、ちょっとラッキーだったの。でも4面みたいにないからね、ここにねあれは良心的だっただけなんやろね、ね、ここにねキノコがあってね、ここはロイさんだったかな。おお、地面に落ちるたびに揺らしてくる、あ、ね、地面にね落ちるたびにね、こうマップ全体揺らしてくる、いわゆるあの巨大ブロスいたでしょ、肥満ブロス、肥満ブロスと同じです。で2回バウンドするからね、その間こちら動けなくなるしね、同じように地面に、だからタイミングを見計らって飛び上がって、ね、回避しつつ踏めってこと。で5面のねコクッパと7面のコクッパ、まあルドウィグさんが7面なんだけどね、まあ、その2つのステージでは自信があるからね。6面はないです、6面はレミーだけど玉乗りだから、まあいわゆるウィンディーみたいな感じか、ちょっと違うか、ここはダッシュで飛べることはないしな、まあ、こっちの方が楽手や楽だけど、踏んでる気がするけどね、踏んでる風には判定しなかった。おーとっと、よし、今度はスーパーマリオできたからね、一回ミスはまだ許される。おお、よしよし、まあ遠くに行くことも作戦でもさ、あー、よし、そのまま踏んだ、スーパーマリオでよかった。これね、笛をね落下させないで取るっていうのを何度かやってたのよね、子供の頃、ね、どうでもいいことをやろうとするのよ子供の頃って。あの特殊な音鳴るじゃないですか、特殊な音が鳴らないようになんか先回りして撮る、高いところで撮るっていうのをよくやってたなんかね、幼少期とかね、本当になんか何の意味もないようなことにこだわってねやろうとするとこあってね、まあ、今もその辺ちょっと変わってないところは変わってないけど、でその 何の意味もないことが逆になんかねできたらなんか妙な達成感があるみたいなのがある。何、お元気ですか、氷の世界は気をつけて、氷に閉じ込められた者たちは炎でよみがえるはず。じゃあ 炎を使わなかったらいいわけっていうね言い換えればね。でも逆にアイテムもね凍らせてられてる場合もあるからわからないよね。そうそう、アイテム、有力なアイテムが凍らされてる場合もあるから結局炎は使わないかん場合もあるし、宝物を一つ送ります、何かのお役に立てていくってくれたのがこの雲か、ステージ一つパスするやつだ。でこれおなじみっていうか世界丸見えだったっけ、当時の番組でね、その時にもなんかこうクイズ形式になってて、そのクイズの問題が出題される時にこの音楽起用されてた記憶だから、私からすればなんかその世界丸見えとかのねイメージが強い音楽です。6面、まあ、これここまでなんか低くはなかったんだけどね、もうちょっと音高かった気がするけど、多分ねファミコンの方のベースになってる、あれは世界丸見えの方、こっちはもうスーパーファミコンでコレクションだからねアレンジされてるはず、ね、若干ちょっとファミコンの頃と音のあれがちょっと違うもんね、まあ、ファミコンとかが8番音とかしたらスーパーファミコンだったらそのもうちょっとね音域がもう少し音域がなんかこう幅広くなってるはずだから。と、まあ何でもないこと話してたね。さて動画
画としては、まあ、まずここまでを保管しましょうかね。ご清聴どうもありがとうございました。ちょうど15分だから、うん、ちょうど5面クリアして15、うん、じゃあ妥当なとこだね。では動画を閉じます。ご清聴どうもありがとうございました。スルベでした。